さあ遠路はるばるやってまいりました。 JR 日南線志布志駅でございます。今日は今からフェリーのサンフラワーに乗りますんで、ここから志布志港まで歩いていきたいと思います。 Google マップによると志布志港まで徒歩で21分っていうふうに出てました。すぐにサンフラワー見えてきましたね。今日乗るのはサンフラワーの薩摩です。大阪南港行きですね。いやすごい潮の匂いがね、してますよ。でこっちかな、この辺はやっぱり港の近くっていうのもあって、まあ、運輸系の会社が多いみたいですね。さあすぐ近くに見えてきました、サンフラワー薩摩。サンフラワーはね、この志布志大阪間っていうのは僕は以前霧島には乗ったことがあるんですけどね、薩摩は初めてなんで、今回5000円も購入しようと思いますよ。で JR のね志布志駅からね歩いてきたんですけど、志布志駅で降りた人がね何人かいたんですよ。で観光客っぽい人だったんでサンフラワー乗る人かなと思ったんですけど、歩いてる人いないですね。みんなバスで来るんかな。さあということで志布志港のフェリー旅客待合所までやってきました。以前はねここに到着して、ですぐにもうバスに乗り込んで鹿児島中央の方まで向かったんで、ターミナルあんまり見てないんですよね。まあ、ちっちゃいターミナルですけども、すぐに乗船手続きやっちゃいましょうか。はい、発券の手続きが終わりました。で、自動の発券機で発券したんですけども、こういう形でこの紙の部屋番号を書いたやつと、あとこれがルームキーですね、これが発券されたという形になってまして、今回はスーペリアですね、スーペリアを利用させていただくということなんですけども、今回なぜ、このサンフラワー薩摩に乗るかと言いますと、これ実は理由がありまして、この志布志大阪航路がこの10月1日、2024年の10月1日で50周年を迎えるという、そういう記念の日になってまして、実は今回運賃が半額なんですよね。それでついポチッとしちゃったっていうことなんですけども、記念としまして、なんかいろいろねもらいました。なんかこういう乗船記念、それからこれはなんかお菓子みたいなやつ、それからこういうキーホルダー、こういうのをね、いただくことができました。いやいや本当ね、就航50周年おめでとうございます。乗船開始になりました。ちょっと予定より早かったですかね。薩摩霧島はスロープからの乗船となります。今回の部屋はスーペリアになります。ベッドがあります、照明があって、ここにもスイッチ、なんか物置ですかね、コンセント、アメニティはタオルと歯ブラシ、これ部屋着かな。でここにこれはソファーベッドにもなるような、まあソファー椅子じゃないかなと思いますね。で同じようにあります。でここにはちょっとした台みたいな、化粧台みたいな感じのものがあって、鏡があり、ドライヤーとか、あとはティッシュとか、リセッシュがありますね。
ち側には大きめのテレビがあって、ここが、トイレなんですけど、スーペリアなんで、シャワーがついてるということですね。これがスーペリアの、特徴ですね。こんな感じになってます。あと入り口にハンガーがあるのと、ここにも姿見があると。で、今流れてるこのサンフラワーの曲、これね、うるさい時はね、これでボリュームを変えることができるということですね。まあ1ぐらいにしとくかな。こんな感じ。あ、それからあとね、スリッパもありますね。スリッパ、これも使わせてもらいましょう。あとここに冷蔵庫、冷蔵庫もあります。エアコンは個別空調。これはいい部屋ですよ。時間が16時55分。さっきね、もうお風呂行っとこうと思います。今日はね、満室のはずなんで、ちょっとね、お風呂とかレストランも混むと思うんでね、早めに行動しましょうかね。今回7階なんで、風呂場が近くていいわ。いやー、気持ちよかった。いやー、風呂は早めにしといてよかったな。もう混んでたもんな。あとは飯をどうするか。なんかロビーでコーヒーかお酒かなんかもらえるのやってたんで、ちょっと行ってみますかね。西陣織の着物を一個一個手作業で作ってまして。そうなんですよ。お土産とか。京都の酒ってことですか。僕、はい、うち京都。京都の酒ってことですか。京都から今日やってまいりました。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。あ、はい、ちょっと今カステラが切れているので、また後で来ていただければカステラも。あ、カステラも、あ、ありがとうございます、はいはい。やることをね、先やっとこうと思います。5000円とスタンプ。ノーマルの5000円をください。ノーマルの5000円。よいしょ。そろそろ出航時間なんですけど、まだだいぶトラック残ってるみたいですね。まだ結構トラックが残ってる。結局出航が30分遅れぐらいになりましたね。
トラックもかなりいっぱい乗ってるみたいで、これわかんないですけど、ひょっとしたらトラックも半額なんですかね。ちょっとわかんないですけど、いずれにしても人も車もトラックもいっぱい乗ってるっていう、そういうことのようです。で、問題はね、晩飯どうしようかっていうことなんですけど、晩ご飯が夕食渋市発大阪行きの月堂なんで20時半までですね。ちょっとイベントとかもあるから、もう先行くしかないか。いや、夕食ね、美味しかったんですけど、ちょっとね、時間を1時間間違えてて、なんか一番混んでる時に行ったみたいでしたね。もうちょっとすぐ行ってもよかったなっていう感じでした。さあ、そしたら端っこスタンプラリーのスタンプをゲットしましょう。これです。スタンプ無事ゲットできました。ということで、今回船内イベントも全部見たし、ご飯も食べたし、風呂も入った、5000円も買ったし、スタンプもゲットしたということで、ちょっと早いですけどね、もう寝ようと思います。で、明日早起き。
ストランの営業が6時から7時までの1時間なんですけど、ちょっと今日だいぶ混んでるみたいなん でお腹もあんまり減ってないん でレストランは行かずに、昨日の記念でもらったなんかまんじゅう、あれを食べようと思います。朝ごはんはこれをいただこうと思います。